骨食べる。ダイエット頑張ってますから。はい。はい、これぐらいキープされてますね。はい。はい、展開。ちょっと体支えてもらっていいですか。体調は特に問題なさそうですか。体調は問題ないんですけども、はい、ちょっと皮膚の方でちょっと背中にちょっと赤いブツブツみたいなのもできている感じですね。わかりました。お尻とか、はい、で今先生から前いただいたお薬塗って今ちょっと様子見てます、はいはい、あと蒸れたりしてるのがちょっと見えるので、はい、そこは5月下旬にカットを予約はしてます。あ、わかりました。こ、はい、の全体、はい、はい、わかりました。そうですね、暑くなりましたね。暑いのはダメなんです。散歩行きたくないんですって。困っちゃった。はい、冬は結構活発。活発ですね。2時間散歩 OK よみたいなっていうぐらい。暑いのが嫌だ。厚めとこもせん。あ、よかった。はい、それやっておきます。はい。歯は毎日綺麗にしてます。はい、素晴らしい。万歳。足裏カットは足やりました。あ、足の裏の、はいはい、足だけ。手はちょっとやらせてくれないです。耳は綺麗ですね。はい、ありがとうございます。ちゃんと中見て綺麗見てます。一応、はいはい、あの病院からいただいてるやつね、あの洗浄液、はいはい、あんまり奥までやらなくていいので、こう表面だけ、はい、ちょっと触って。あ、いいですね、歯は綺麗ですね。はい、素晴らしいですね。好きな子もいないんですけどね。そうなんですね。お尻と口と。いいです。めっちゃん。嫌じゃないでしょ。ひどくないですね、しっかりシャンプーして、シャンプーしてもらえば、はい、大丈夫でしょう。この辺だと思えば、はい、なんかフケみたいな。あ、この太ももの辺ですか。はい、今そこまで出てないですね。出過ぎると皮膚炎疑った方がいい。そうですね、あんまり出過ぎてるとその皮膚のターンオーバーがおかしくなってるので、はい、皮膚炎だったりとか乾燥しないとか何かしらあると思います。これよりひどかったらもう先生に相談してほうがいいと。そうですね、まあ、今はそんなにひどくないですけど、どん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 ポロポロ見てこぼれてるようだったらおかしいです、ね。
伸びないですね。元来てます。ちょっと待ってたんで、はい、痛かったんで。頑張ってました。こうやってやるんですね。よく膝の上乗るんで。ないんですけど、皮膚がこう裂けてるような感じになるんで、なんか血がベッドに出てきたりとか、本人がやっぱ痛がると思うんで、お尻舐めてたり気にしてたりとか、そういう症状出てくるかなと。ありがとうございます。難しい。読み取る。結構痛いんだよ、話すると。痛いんだ。見てわかると思うし、全然してたら。お尻洗ったけどごめんね。
Thank you.